藤井聡志太陽位、18、イコール規制と2冠イコールに、都島正幸竜王、31、イコール、秋田王と2冠イコールが挑む、第62競位戦七番勝負第1局は30日。名古屋市の名古屋農学堂で2日目が差し継がれ。再開早々。藤井聡太が、各存の変化へ飛び込み。大駒を取り合う。 激しい変化へ突入した。午前12時30分からの昼食休憩時点では藤井聡太の行読だが、都島がいつでも時近で藤井聡太の角を取る権利を手にしている。自陣に接近した飛車を追い払う藤井聡太の内部で終了した1日目、都島の封じ手は飛車を逃げつつ横布を取る一手と見られ、 実際にその横歩を取った。その後、共に橋を攻め合い、豊島が歩を成り込んで、隅カツラ両取りとした局面で、藤井聡太が逃げたのは、角ではなく安い駒とされるカツラ。その後、飛車交換が実現し、豊島が差しやすい展開になった。午前のおやつは、藤井聡太が、 トンカサンマルクとアイスコーヒー。トンカサンマルクは表面にキャラメルをかけたトンカ豆風味のフランスの伝統菓子。トシマは1日目午前と同じく季節のフルーツ盛り合わせ。昼食は藤井聡太が愛知牛ビーフカレーライスと名古屋コーチンのスープ。アイスティー。トシマは 豚塩麹焼き定食、小鉢。ご飯。味噌汁。香のものと、紅茶。藤井聡太二冠の勝負飯、愛知牛、ビーフカレーライスと島二冠は、豚塩麹焼き王位戦、第一局二日目始まるともに、愛知出身。将棋の藤井聡太二冠と、豊島正幸二冠が対決する。 大井戦第1局の2日目が始まりました。おからよさはい第62期大井戦第1局2日目。30日も和服姿で現れた愛知県瀬戸市出身、藤井聡太二冠と、愛知県一宮市出身、豊島正幸二冠午前9時過ぎに、豊島二冠の封じ手が開封され、 48手目から対局が再開。藤井聡太二冠は一礼した後、40秒ほどで49手目を指しました。一方、対局と共に注目される勝負飯。8種類のランチメニューの中から藤井聡太二冠は、愛知牛、ビーフカレーライスを。豊島二冠は、 豚塩麹焼き定食を注文しました。藤井聡太二冠。初の多い防衛戦となる七番勝負。30日の対局は夜には決着する見通しです。次のオーディオビデオでお会いしましょう。